人の脳は外界の刺激を経験することによって発達していきます。しかし、生後間もない時期の脳の発達についてはよくわかっていませんでした。この度、生まれたばかりの赤ちゃんの脳が視覚や触覚などの刺激に対してどのように活動しているのかを世界で初めて計測することに成功しました。その成果は赤ちゃんの脳の発達を解明する第一歩として注目が集まっています。 赤ちゃんは通常、お母さんのお腹の中で38週間ほど過ごした後生まれてきます。近年日本では、これよりも早く生まれる早産児や、体重が極端に少ない低出生体重児、いわゆる低体重児の数が年々増加し、問題となっています。その一部には、知能の発達の遅れや、脳性麻痺が残ることもあるためです。こうした新生児の発達を助けるためには、まず、 新生児の脳の活動を解明することが必要になります。この課題に取り組んでいるのが、京都大学の明和さんと柴田さん。明和さんは心の発達を科学的に捉えようとする研究者。柴田さんは大学病院の小児科の医師です。二人は、岡野屋上動情報プロジェクトのメンバーとして、出産前後の赤ちゃんの脳の活動と発達の解明に取り組んできました。 いわゆる早産児だとか低出生体重児っていう、そういう赤ちゃんがその後の発達で問題を抱えることが多いということで、脳の活動をどういうふうに赤ちゃんの時期にしているかっていうことを知ることはすごく大事なことだなという。実は、出産直後の赤ちゃんの脳全体がどのように活動しているかは、今までほとんど調べられていません。赤ちゃんの頭の形は個人差が大きく、脳全体の活動を正確に測ることができる測定器がなかったためです。 柴田さんと苗場さんが、計測機器メーカーと共同で開発したのが、この新生児用前頭型プローブです。これは、近赤外分光法と呼ばれる、近赤外の光を当てて、その吸収の度合いで脳が活動する場所を調べる方法です。赤ちゃんの頭に、こういう形ではめていってあげることによって、頭の形が横長であろうと縦長であろうと、きっちりとフィットする形で赤ちゃんの頭に収まります。この装置によって、 さまざまな頭の形をした赤ちゃんの脳全体の活動を正確に、かつ安全に計測できるようになりました。柴田さんらは、この新生児用前頭型プローブを使って、生まれて数日の赤ちゃんにさまざまな刺激を与え、脳の活動を計測しました。実験の結果、聴覚刺激では側頭部が、視覚刺激では後頭部および側頭部が、 それぞれ活動していることが分かりました。大人の脳は刺激に対して脳の特定の場所が反応することが分かっていますが、生まれて数日の赤ちゃんもそれとよく似た反応が見られることが分かったのです。これは世界で初めて分かったことです。赤ちゃんの手に振動モーターを握らせることで触覚への反応を調べたところ、さらに興味深いことが分かってきました。触覚への刺激に対し、大人の脳では 体制感覚やと呼ばれる場所が反応しますしかし赤ちゃんの脳では側頭部から頭頂部にわたる広い範囲が反応していることが分かったのですこの発見は触覚刺激がこの時期の赤ちゃんの脳全体の発達に重要な役割を果たす可能性を示唆しています、えー、触覚刺激というのは赤ちゃんにとって、えー、大切なキーになるう刺激だということが推測できるかと思っています 赤ちゃんが触覚刺激というものをお母さんのおなかの中にいるときから、他の刺激よりも早い時期に感じるのではないか、獲得するのではないかということが言われていることとも合致するのではないかというふうに考えています今回の研究は、将来、早産児や低体重児の発達を助けることにも役立てられる可能性があります。 これまでその医療の現場で良かれと思ってしていることがたくさんあります。カンガルケアもその一つですし、部屋のライトを落として暗くするだとか、それがどれほど赤ちゃんの発達に役に立つのかというのは、これからの研究課題だと思っています。小さい小さい赤ちゃんをこれまでは助けることに全力を挙げていたというのが、これまでの時代だと思いますので、これからはより良く赤ちゃんを育てるということに、死体を移していきたいというふうに思っています。今まではっきりとわからなかった赤ちゃんの脳の活動が、 新しい計測器の開発とともに、徐々に明らかになってきました。早産時や停滞重時の発達を助けるための医療の実現に向けて、さらなる研究の進展が望まれます。